琉球王国時代、沖縄で生まれた空手。今や世界180の国や地域で6000万人が愛好する一つの文化にまで成長しました。実は明日明後日、沖縄で空手の世界王者を決める大会が開かれます。発祥の地の誇りをかけて戦う沖縄の選手たち、優勝候補に密着しました。こういう沖縄の空手を世界中の方々に披露できる、貢献できるようにしっかり優勝したいと思います。さらに空手を通して沖縄の文化を知ってもらおうとする新たな取り組みも取材。Make my house more happy for this. 空手を観光の目玉にしようという県の戦略。始まったばかりの空手ホームステイにも迫りました。世界に誇る沖縄の宝、空手。今日のキンクルはその魅力と新たな可能性を探ります。こんばんは。こんばんは。沖縄金曜クルーズキンクルです。はい、今日のキンクルは沖縄が誇る空手を特集していきます。明日明後日と那覇市の県立武道館で空手の世界大会、空手ワンプレミアリーグが国内初開催となるんですよ。ご存知でした？はい、よく行くコンビニに貼られてるんですけれども、はいはい、ポスターがね、はい、ポスターが貼られてるんですけれども、うん、すごい強そうですよね。かっこいいですよね。なんかこんな感じでもこんな我々が言っても弱そうですけど、弱そうだな。このポスターでもつい見ちゃいますよね。いや、あれ見てしまいますね。迫力がある。まず、うん、ちょっとこちらご覧ください。はい、こちら会場を明日に控えた、様子なんですけれども、開幕明日迎えますね。会場の様子です。すでに各国の選手がこう続々と集まって練習をしているんですよ。強そうですね。そして試合会場にはこのように一面マットが敷かれて準備万端なんです。うん、で、愛ちゃん、今回の大会には45の国や地域から300人以上が参加するんですよね。はい、そうなんですよ。今回の大会ではですね、実際に技を繰り出し合って対戦する組手と敵から身を守るための動きを演武して競い合う型の2つの競技が行われます。まあ、沖縄はの空手の、ね、発祥の地と言われてますからね。うん、はい、まあ、でも深い歴史があるんですよね。はい、うん、こちらちょっと簡単にご紹介したいと思います。琉球王国時代の沖縄の武術 T に中国拳法の要素が加わって空手と呼ばれるようになったと言われています。はい、そして昭和以降に今のこの空手ですね、この形になり同時に全国に広がっていったんですね。うんうん、さあ、空手発祥の地沖縄で開かれる大会に地元のプライドをかけて挑む選手の姿と、沖縄空手が世界に広がりを見せている理由について迫ってきました。はい、明日から2日間開催される空手ワンプレミアリーグ、那覇市内にはすでに海外のトップ選手が集結していました。Everything is great and I hope I can do a great performance. I know there's secret weapons. I got more secret weapons. Watch out. 空手発祥の地の誇りをかけ迎え撃つ沖縄の選手たち。喜友名諒選手、これまで2度型の個人団体戦を制している優勝候補です。地元でこういう沖縄の空手を世界中の方々に披露できるっていうのはとてもいいことで、貢献できるようにしっかり優勝したいと思います。沖縄空手の誇り、それは琉球王国時代から脈々と受け継がれてきた型にあります。
はい、じゃあ、アーナンからもう一回やりましょう。頑張ってください。今回の大会では決勝まで進むと7つの型を披露します。喜友名選手が力を入れているのがアーナンという型。さあ、よしよしよし、しっかり、はい、受けと攻めを同時に行う沖縄伝統の型です、はい、指導するのは過去に7回世界を制した佐久本嗣男さんです。入った当たった瞬間にはもう叩いてる。こういうこれがね、やっぱり武道の鉄則だと思う。対人で相手を倒すことを想定してこの方が演技するんだって。これ倒せないんだったら単なる空の空手にしかならないと思う。それが伝統空手だ。はいよ、はい、構えた位置から持っていく。実戦を想定した技が織り込まれている空手の型、はい、そこで大切になるのがアティファーです。はい、まっすぐ入れ。アティファーとは本当に相手を倒すことのできる力強さのことです。取れよ取れ取れよ。相手を倒すようなっていうのを見せたいので、この何ですか、アティファーっていうのを本場がそういう深さをしっかり、外人の方もいっぱい勉強してますし、そこ負けないぐらい勉強していかないといけないなと思います。アティファーを極めるために喜友名選手が向かったのは地元沖縄市の海でした。結構砂浜では練習とかされたりするんですか？バランス感覚もやっぱり良くなるし、足腰も鍛えられるので。こうした環境に身を置くことで道場では得られない感覚をつかみます。沖縄独特の土地なども生かして、まあ、稽古を積み重ねて強くなっていけばいいなと思います。発祥の地で極める伝統の技、ウチナーンチュの誇りをかけて世界に挑みます。45の国や地域から300人以上が参加する今回のプレミアリーグ。なぜ沖縄空手はこれほどまで全世界に広がったのでしょうか。琉球王国時代に生まれた空手、明治以降沖縄出身の指導者たちが本土で普及に努めました。そして戦後、移民や日本に駐留したアメリカ軍などにより世界中に広がったと言われています。空手の普及に大きな役割を果たしたのが海を渡った指導者たちです。40年以上アメリカで沖縄空手の指導を続けてきた伊波清吉さん、82歳です。年に一度帰省し沖縄でも指導に当たっています。弟子は全世界におよそ3000人。沖縄空手界の生きる伝説です。沖縄空手の真髄を伝えると言われる伊波さんの指導、弟子の道場でその様子を見せてくれました。厳しい指導かと思いきや、稽古場では笑顔が絶えません。二人ずつ組んでごらん。伊波さんはいつも稽古の相手が順番に変わるようにしています。ローテーションだからね、お互い
力の調整をしながら練習ができるわけ、みんなと。そうするとね、みんなと合わせるようになるから、うん、はい、始め。人に合わせることで思いやりの心を育てる稽古、三波さんはフレンドシップと名付けています。戦わずして勝つということをよく聞かされるんだけれども、それはやっぱり心のつながりがないとそういうことはないから、だからフレンドシップが一番大事だと思います。元は護身術から始まったといわれる沖縄空手、その真髄は不要な争いを避け戦わずして勝つという精神にあるのです。今月3日、伊波さんの所属する流派の大会が沖縄で開かれました。アメリカから伊波さんの生徒およそ40人も参加しました。Because of that, he says, make friends with karate by not competing, but by working together. But more than that, just because he's a great teacher, he's also to us like a father. Karate を伝えることによってやっぱりね、少し強くなることをね、伝えていけると。発祥の地、沖縄から広がったのは技だけではなく沖縄の心。世界は空手を通じてそれを学んでいたのです。まさにこう心技一体ということですけれども、あの強さの根底がフレンドシップっていうのはやっぱなんかこう奥行きを感じますね。そうですね、深いなと思いましたね。肉体と精神の強さと、うん、そしてこのゆいまる精神というか沖縄の心もこう得られるっていうのは素晴らしいですね、うん、さあ今日のゲストをご紹介しましょう。沖縄県空手道連盟理事長の新庄清秀さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。今回大会の運営にも携わっていらっしゃいます。はい、お世話になります。あの沖縄で開催ということで沖縄の選手たちにですね期待がかかりますけれども、大会の見どころを教えてください。そうですね、日本代表、はい、ナショナルメンバーの清名、上村、はい、金城新、はい、幼少の頃から空手を馴染んで、はい、この3名ですね、うん、そうですね、うん、過去あのプレミアでも個人2連覇団体優勝しておりますので、はい、今回はもう非常に注目の窓だと思っております。清名選手が、そうですね、はい、まあ監督師匠が世界制覇の坂本ですので、うん、おそらくその力添えをいただいてですね、はい、まあ完璧に制覇してほしいなというふうに希望しますね。そうですか。それからあの今回はまあ沖縄開催ということで、はい、特別にこの沖縄枠をいただきましてですね、はい、少林流のテリア・マッコ、それから五十流の上地健吾、はい、上地流の新庄内宏、この3名がやはりこの流派の特徴、沖縄空手の特色、まあ、よくあのムチミと言いますけどもね、はい、粘り強さ、そういうものを評価して、いただけるかな、うん、また世界の審判団がそういうふうな、演技の仕方にどれぐらいの注目があるか、うん、そこら辺りもやはり注目の的ですよね。でもそうやって沖縄の流派の方が見られるっていうのも地元開催ならではの、ね、非常に嬉しいですね、はいはい、沖縄の選手ももちろん注目なんですが、今回この空手発祥の地沖縄で開催される大会があるということで、この海外の選手もたくさん参加されると思うんですが、その外国人の選手の皆さんにとって沖縄で開催する大会に参加するということに関して何か特別な思いがあるんでしょうか。そうですね、よくあの地図の中では沖縄一点ですけども、空手イコール沖縄、沖縄イコール空手という、まあ、空手の聖地という観念がありますので、はい、彼らがその沖縄の聖地で、まあ、演技ができる、うん、まあ、関わりのある沖縄の先生方がいるかはちょっと知りませんけども、やはりこの発祥の地で彼らが得意の演武の、発表の仕方がですね非常に、楽しみではありますね、うん、またあの、まあ、気合に関してもね、できれば沖縄の方言でね、うん、
死体派というふうな気合が出るのはちょっと面白いですけどね。ぶつかった時にあがーやーやまんやまんっていう。でもこんなにですね、なんでこの世界にこう新庄さん広がっていくんですかね、沖縄の空手ね、すごいですよね。そうですね、なんか広がった理由っていうのは新庄さんどのようにお考えですか。やはりまあ、沖縄の場合は特に戦後外人がこの町道場にね足を運んで、そこでその先輩方ある先生方 その指導を受けて、当然まあ文化が違うもんですから、この文化の違い、そこがやはり沖縄の空手の魅力、まあ手足をですね武器にして殴られた経験とか、あるいはその時に可愛がられた気持ちとかね、そこあたりがやっぱりその母国に帰ってもこれを続けていきたい、あるいは継承したい、あるいは教えたいという気持ちになったんじゃないですかね。さあそれではですね、はい、空手をきっかけにひとたび沖縄を訪れたファンの人がですね今どんどん増えてきているということなんですね。それでこの外国人の人たちが沖縄を訪れてですね空手愛好家になっていくわけなんですけれども、その本場ならではの歴史や文化を感じてもらおうという新しい取り組みが始まっています。今月中旬から沖縄を訪れているイタリア人のアンドレ・グアレッリさんです。空手歴は40年以上、沖縄に来るのは今回で25回目になります。練習が休みの日、アンドレさんが生徒や妻と一緒に出かけたのは首里城でした。 For me is the entranceIn the Okinawa culture. アンドレさんは空手を知って以来、沖縄の文化や歴史にも興味を持つようになったといいます。南山、奥山、This is Chuzan. The king of Chuzan became the founder of the first Shō dynasty. So, su questo, su quello e anche su quello là. To come here until I came. So I hope many, many years again come back to Okinawa. 沖縄県は今、空手を観光の目玉にしようと動き出しています。その一つが空手道会館の建設です。沖縄空手の拠点として道場や空手の歴史を伝える資料館が設置される予定です。先人たちが残した最高の文化遺産だというふうにして、受け止めていると思います。180カ国、6000万とも言われる空手愛好家の皆さんにぜひ沖縄に一度いらしてもらいたいと。空手や沖縄の魅力を世界に発信する取り組みも始まっています。沖縄空手に魅せられ20年以上那覇に暮らすフランス人のミゲール・ダルーズさんです。沖縄空手についての情報を4カ国語に翻訳、インターネットで世界中に発信しています。情報発信があるから沖縄に行きたい、沖縄の空手と沖縄全体を PR していけば行きたい人がいっぱい出てくる。そうすると国際交流にも生まれるし、まあ、経済効果もいろいろあると思うんだけど。さらにミゲールさんは4月からこんな取り組みも始めました。あ、はい、どうもこんにちは、どうぞどうぞ入ってください、はい、沖縄を訪れる外国人空手家たちを受け入れるホームステイです。那覇市にあるこの家では1日だけの宿泊から数ヶ月に及ぶホームステイまで受け入れています。What is your purpose? Karate? Only karate? Yeah, we are here. Well, that was the idea to train here, but also to learn something about Okinawa and the people and Japan and yeah.
この日来たのは日本は初めてというスイス人のカップル。まずは日常生活に息づく沖縄文化を紹介します。さらに夕飯の食材を買いに市場へ案内しました。天ぷらに、天ぷらというの天ぷら、no. No, Japanese. 道場や観光名所以外を訪れるのは初めてという2人、沖縄の食材に興味津々です。 It's very delicious. Yeah, that's, I don't know, it looks very special and if you can eat the whole thing or if you have to get off the outside, I don't know. Does it like grow in the ground or does it grow in the water? We're not quite sure. Tree, maybe, or on like a tree maybe. Yes. What's the name of this one? Goya. Goya in Okinawa, in Okinawan language. Okinawa has original language. Okay. It's hard to get a chance to actually see something like that. It's really exciting. It's really special. But you can feel it's real. It's not made for tourists. It's where the local people go. 空手を通して沖縄を伝える。ミゲールさんは沖縄空手にはまだまだ新たな可能性があると考えています。沖縄にいろんな文化、いろんな魅力もいっぱいあると思うけど、空手が沖縄にとっての一番大事な宝物じゃないかなと思う。それが宝物がポテンシャルにつながるんじゃないかな。私はそう思う。面白いですね。あの来た外国人の方が、あのね、海外に帰っても1日15日こうお茶糖とかしたらうちかび焼いたりしたらそこまで風習をね、慣れたら沖縄の人みたいですけどね、はい、こうやって空手を知ってから、まあ、沖縄に来て、うん、それから沖縄の文化とか、まあ、歴史とかにこうやって興味を持ってくれるっていうのはすごく嬉しいですよね、うん、新庄先生も先日あの指導で海外の方に行ったということなんですが、外国人選手の方とこの空手家の皆さんと触れ合ってどう感じられましたか？そうですね、あの空手の目標設定だと思うんですよね、はい、例えばチャンピオン、世界チャンピオンを目指すんであればもう365日休みなしで稽古しないと世界チャンピオンにならないし、またそれ以外にも、まあ、普通に空手ができればいいなというふうなこのレベルもありますのでね、まあ、割とそういうのが多いわけですよね、まあ、道場に来る練習生でもね、練習の後にね、また近くの居酒屋と行って、はい、あのゴーヤとか、はい、あるいはソーミンチャンプルーとかミミガーとか、 ミミガーとか、はい、沖縄もチャンプルー文化ですので ね、 まあ、それが終わるとまた今度はね、夜 の、 このカラオケとか民謡酒場行ってですね、はい、もう外人がすぐ自分からマイク取って、うん、ハイサイおじさん歌ったり、ね、また三味線弾いたりですね、太鼓打ったり、まあ、最後は沖縄の独特の勝ち走りで一本決めなんて、非常に面白いですよね。まあ、そういうふうな分類があるということは確かですよね。沖縄の文化すべてを吸収して帰るっていう感じなのかもしれませんね。そうですね。これは非常に沖縄人にとってはこれ、羨ましいところですよね。魅力的なところですよね。夜中3時ぐらいにヤギ食べたら一番強いでしょうね。これも一本でスタミナついてる。そうさんだけ。いえいえ。でもあの新庄さん、あの本当にあの空手沖縄の宝というのがね分かるんですけど、はい、この空手今後さらに盛り上げていくにはねどうしたらいいでしょうかね。そうですね。はい、まあ、今回のプレミアリーグもそうですけども、うん、はい、今また来年1月あ開予定の空手会館、やはりあの県の協力があって成功するわけですのでね、はい、うん、それは広く言えばですね、この大事な沖縄の宝をこぞって県民が共有していただければ嬉しいなと思います、うん、まあ、県民の方々にこの場を借りてご協力お願いします、はい、応援しましょう。沖縄の、ね、宝を改めて見つめ直すといいかもしれません、はい、さあ公開日誌いきましょう。はい、こちらです。はい、師は針となり弟子は糸となる、攻めるにあらず防ぐ技、沖縄空手の再発見ということで一本です。ありがとうございました。ありがとうございました。